神山陽さんのエンドロールいきましょう。エンドロール、なんか米津玄師みたいな見た目してる。いきます。F シャープっぽいな。あ、オッケー、リクエストね。まあ2曲とも残ってるね。オッケー。低音が聞き取れんかった。なんかベースが聞き取りづらかった。音源のせいなのかな。で、なんだろう、別にそんなに難しいことないはずなんだけど、転調してたからそれで一瞬戸惑ったけど、まあ、そこまでノンダイアトニックはそんなに入ってなかったかな。だからまあそんなに難しくはないと思うけど、これを初見でパッてやるとするとどうしよう、パワーコードだけになっちゃうよね。難しい気がする。